はい、今回は5月18日から開催となる全米プロゴルフ選手権について語っていきたいと思います。 PGA ツアーのメジャー第2戦となります。日本勢からは松山英樹選手をはじめ、比嘉一貴選手、星野陸也選手が出場予定となっています。まずは全米プロゴルフ選手権の概要についてですが、開催日は5月18日から5月21日、賞金総額は1500万ドル、開催場所はニューヨーク州のオークヒルカントリークラブ、全長7394ヤード、パー70のセッティングとなっています。放送配信についてですが、残念ながら地上波での放送はありませんので、試合の中継を見るには有料配信サービスの利用が必要となります。まずは注目となる松山英樹選手。スタッツとしては平均飛距離が129位、フェアウェイキープ率が99位、パーオン率が94位、リカバリー率が4位、パーオン時の平均パット数が69位となっています。スタッツの数値も徐々に良くなっていってる感じでしょうか。リカバリー率は4位まで上がっていますね。あとは松山英樹選手の持ち味であるアイアンショットでパーオン率を上げていき、チャンスを作っていきたいところですね。ただ首の痛みもあるので、スイング調整なども視野に入れていそうな気がします。サロンパスカップで優勝した吉田優利選手のスイングを見て、首の負担の少ないスイングのヒントを得たというコメントがあったりして、シャドースイングをする頻度がかなり多くなった印象があります。前哨戦である AT&T バイロン・ネルソンでは23位という成績でしたが、練習量の多さで足にも負担が出てきているということで、首の痛みと合わせて怪我の具合が心配なところですね。ただ今大会はメジャー2戦目ということで、いろいろ調整をしてくると思います。マスターズでは一時は5位まで成績を伸ばしていたので、今大会でも大きな活躍を期待したいと思います。そして比嘉一貴選手、今シーズン序盤は欧州ツアーのヒーローインディアンオープンで4位の成績を出すなど好調の雰囲気だったのですが、その後5試合連続予選落ちとなっているのが心配ですね。メジャー1戦目のマスターズではアーメンコーナーの洗礼を受けてスコアを崩してしまいましたが、それ以外はコースに対応できていたと思うので、そういう経験を生かして今大会ではまずはしっかり予選通過、そして上位を狙ってほしいですね。そして星野陸也選手、今シーズン優勝はまだないですが、トップ10入りが3回あるなど好調の様子です。欧州ツアーのラース・アルハイマ選手権では6位という成績も残しています。星野陸也選手は昨年全米プロにも出場しており、60位という成績を残しています。まずは予選通過をして活躍を見せてほしいですね。そして海外勢についてですが、タイガー・ウッズ選手は残念ながら欠場となっています。またリブゴルフの選手についてですが、フィル・ミケルソン選手、キャメロン・スミス選手、ブライソン・デシャンボー選手、ブルックス・ケプカ選手など総勢18選手が参戦予定となっています。またマスターズのような PGA VS リブの戦いが見れるでしょうか。楽しみですね。はい、今回は全米プロゴルフ選手権についての概要や事前情報、そして注目選手について語ってみました。今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。